気に抜ける。イクイノックス、イクイノックスが先頭で200を切りました。これを追って3番ボルドグフーシュが2番手に上がって、さらに追い込む5番のジュラルディーナ、その後からは2番の伊豆城の奇跡。先頭は快勝だ。イクイノックス圧勝でゴールイン。